年間連続3回戦優勝とかですね、まあその92年から96年ですか、はい、5年間パリその3回戦優勝いってるっていうのはこれ本当にすごいことだと思いますよ。はい、まあ、伊達さんと、まあ、さあ今度はセレシのサービス657、はい、まあ、先日のといいますか US オープンの前哨戦、はい、ハードコート選手権では6463でしたけれども、はい、まあ、接戦してるんですよね。あのどういうことをやってくるかって分かってると思います。お互いが分かってると思います、はい、なんですけれども、そういうためにも下半身をですね、適度なやっぱり曲げを使ってると積極的にですね、はい、もう一本続けた、返している。いや、逆ついたんですけどね。どこですからね。いいところ。コーナーに決まりました。チェイスもすでに一本取っています。これは強い。あ、シングルハンドで打った、セレシ。返した。強烈なリターン返しています。ああ、これは無理だ。セレシ、コートいっぱいいっぱい使っている。もう一本、見事。コードボール。セレシはあのボールをシングルハンドで返している。そうですね。あの今日のセレシ。逆クロスネット。セレシ追いつく。いやあ。ああ、うまく流しました。いいサービスです。4回目のデュースで沢松直子サービスを。あ、見事なクロスです。クロス選ばれました。ノータッチです。はい、このゲームは最初のポイント。あ、さあボールはアウトです。打っています。スライスで打った。ここから、あー、見事な逆クロス。心拍数の上がる練習なんですけれども、はい、これ彼女は好んでやるんですけれども、それが出ましたよね、今のところ。今度は攻めるけれども、はい、でもそれにもね、今は試合に行きました。沢松の時代から両選手とも活躍してますから。そうですね、もうだいぶベテランという感じを受けるんですけど、まだ若いんですよ。まだまだですよね。あー、見事なショットだ。直子さんの場合には随分公式テニス始めたのが遅れたそうですね。あの始めたのはそんなにないですけど、一回軟式にやりだしまして、でもう一回公式に戻ったというところで、またデビューも遅かったですからね、はい、見事カウンターで決めました。さあ、出しをかけたリターンエース。それ分かってましたから笑ってましたもんね、本人も。なるほど。うわー、このセカンド返ってる。ハードショットしのいでいる。うわー、セレシュの方はハードヒッター、はい、そしてあのサーマー選手はカウンターパンチャーですから、はい、相手の打ってきたボールをうまく利用すると、はい、あー、続けられた。
ネット。アドバンテージ USA。ゲーム USA。ダウンザラインはなりませんでした。フリーゲームソー。これはチャンスボール。いいところ、チャンスボール。これはセルシー諦めました。ああ、今度入りました。まあ、ただあのあたりは本当に紙一重と言いますかね。そうですね、はい。ボール強く叩きに行った先っぽなんですよね。アウトです。ゲームジェパーボールチェンジ。7勝1敗。そうですね、その1敗が去年のチェイスのチャンピオンシップ、はい、第1セットの第8ゲームに入っています。このラッキーポイント。ラリー戦。うわ、コードボール。今度はチャンスボールになりました。惜しいですね。ゲーム USA。最後は失礼します。もう1本クロス、コードボール入っています。もう1本続けた。最後はサーマスがでターゲットっていうんですよね。あ、なるほどね、はい、あ、なるほど。今度はこれもいいサーブです。振っています。ネットを取りましたが、いいサーブ。これも見事なポイントの取り方です、ね、あ、セルシのボール拾ってる。これはもうどうしようもありません。ダブルハンドで。そうですね、ここにやられると嫌ですね、はい、ネットでやられると。これでこの辺りはセルシ。ドロップショット拾ってる。あ、ガラ空きです。いいサーブ、見事。やはりさあ深いところ、さあネットを越えませんでした、ね、はい、テニスも徐々になっていってほしいですね。最初のポイントを取りました。ノータッチエースセレシュ、この試合2本。リターンエース。いやー、よし、拾った。見事サーバツサーブレ。これもう一発。すごいサービスです。逆を突かれました。いいサーブ振られている。もう一本コードボールが入ります。入っています。逆疲れました。
ラブゲームでブレイクされてしまいました。サーマツですね、あのレシーブが非常に打てるコースが、そしてこのショットです。これもアウト。ラブゲームでブレイクされました。3月15日オーストラリアオープンが最後ですね。そうですね、今のところ返してないですね、はい、まあ、すごい恐ろしい少女っていうかチャンピオンですよね。この第4ゲームをラブゲームでキープ、モニカセレシ。黙々とプレーしてますね、今日は。あまりにもうるさくて、選手から、対戦相手からクレームが出たこともありましたね。こうなったらどうしようもありません。よいしょ、デュースに持ち込みました。ですよね、3-4 ですか、はい、ここはチャンスあると思うんでね、そうすればあとはもう後手後手にこのゲームを取りたいですね。もう一本しのぐ、バックアウト。アドバンテージ USA。 ネット越えない。まあ、ただ丸山さん、はい、このゴーグルという気持ちになるんですが、フォーティーラブ、あっさりとマッチポイントで。そんなことよりもね、やっぱり大事なゲームって感じですけど、ゲームセカンドノータッチエースでモニカセレシ、第2セットは6ラブで取りました。第1セット 6-4、 第2セット 6-0 というスコアでアメリカのモニカセレシが日本の